ポケガ動画のメイキングでーす。ということで、撮影日前日、今はね、画角会議をしています。こんな感じで、今回からちゃんと画角を入れようっていうことで、これね、セリフの後に、カット、絵を入れてますね。で、まあ、こんな感じで定義を決めまして、今回からしっかりワンショットはこういう1人、ツーショット、スリーショット、引きは広角とかね、よりは顔のアップとか、こういう感じで画角を今決めてます。で、終わりですかね。終わりです。よし、画角終了。約1時間格闘しました。いや、じゃあやりますか。あら、なんすかこれ。これ、秋葉原で探しまくってようやく手に入れたポケガ。今回パック必要なんだけどさ、全然なかったんでしょ。そう、昨日本当になかった。秋葉原でも10件ぐらい回ったんだけど1個もなくて、パックがよくこんな見つけたね。で、1パック160円なのが580円。高すぎ。これぼったくりっすね。高すぎ。ポケガどうなってんすか。じゃあ明日の撮影楽しみですね、はい、じゃあポケガショップにジャンプしますか。はい、ポケカショップにジャンプ。おぉ、おはようございます。ということで、ポケカ動画で初日です。で、今朝の8時なんですけど、今回はこちら の秋葉原のトレカブレイクさんを、なんとね、お出ししていただいて、本物のカルショップで撮影をするということで、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、てか、大状態なんで。お久しぶりっす。お久しぶりです。何してたんすか。勉強してました。久しぶりやな。本番お久しぶり。クビになったかと思った。お前これも作ったんすね。なんか80年代の10年代超激レア怪力ポケモンにしました。誰もわかんない。そして今回アリン目玉ヤネスケカード。え、すごい。技2つテンバイヤーオツ騙されてすげえ。あとこれね、ヤネスケオリジナルカード。あー、いいね、うん、こういう感じで今回ちょうど このぐらいのクオリティだよね、大体。ちゃっちゅう感じね。これが今おいくらぐらい。これがですね、一応、店頭販売価格で130円で販売させていただいて、始めよう。今すごいですね、ポケが。そうですね。これしかもユニアリーをね、これ貸してもらえるんですね。これ。そうです。こちらをお使いいただいて。すごいね。貸したくないもんですよ、これ持ってても。こんなユーチューバー。これだから天才小学生ヤネスケが持ってるっていう手になるんですよ。すごいね。本物ですから、これ。この動画にかかるお金1200万動いてる。ちょっと今日は暑すぎます。ちょっと待ってください。もうちょっと気持ち悪くなるレベルで暑い。暑い。こっから廊下撮影なんで暑いんで早く終わらせたいと思います。なんだ中国版カード。せーの、リリエ。なんだ中国版カード。せーの、もういいでしょ。何だ中国版か。お疲れ様です。お疲れ様です。撮影終わったんですけど、はい、店長さんのお子さんがまさかのバンカラジオのファンということで、ファンなので、ちょっとぜひですね、サインの方いただければと思います。任せてください。よろしくお願いします。ヤネスケしかいないんですよね。ヤネ、こんな感じで書かせていただきました、うん、ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございました、はい、大事に書かせていただきます。いや、もう本当に今日めちゃくちゃいいです。いや、ありがとうございます、はい、本当にまた何か機会がございましたら、ね、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ジージー、はい、スタジオに戻ってきました。ここは内職チームです。内職チーム。空箱を組み立てております。内職してます。すごいね。重労働だけど、重労働してます。似合うね、これ。スキズキンが一番似合う。早い。いるもん、秋葉原に。いる？いるでしょ。こっちは何してんですか。あ、これあれか、朝やつさ。そう、これを大量に複製するのね、うん、言うと、ちょっとさ、2階案内してよ、うん、
じゃじゃーん。おー、ちょっと打ちちゃいましたけど、これからカードショップを作るところです。あ、まだ完成してないんだ。このケーブが粘着力弱くて全部落ちてしまって、これを今めちゃくちゃ6セット、5、6セットぐらい作りました。カードショップ風に、これはあと貼ったら完成です。ありがとう。これ屋根透け、屋根透けシップですか、これ屋根透け、そうです、屋根透けシップです。これを、はい、昨日の深夜やってくれたと、はい、ありがとうございました。もうすぐ完成します。あの、ゆうと今月から入ったんで、はい、ファンカラジオ、ファンカラジオ裏方もやるし、演者もやるし、もうメンバーとして迎え入れたんでね、よろしくお願いします。こういうこともやってもらってますという報告でした。ということで NSK カードショップ完成でーす。すげー、はい、なんか豪華だね。すごいね、細かいね、芸が。ありがとうございます。すごい。見てらっしゃい、見てらっしゃい。お聞かせの NSK カードショップだよー。うん、置きます。はい、福引きを絶対。というわけで、念だめ、屋根透けカードショップ終了。お疲れ様です。もうこの一瞬のために。早かったね。終わんの早かった。俺らが作りました。あ、どれだけ勝った。6。うわ、まあ、デザインもでも含めたらみんなのその時間の総量だったらもう10時間ぐらい。あともうちょいですね、今日は。もうちょい。あと通信ぐらいかな。うん、ジジイ。はい、外シーンです。暑い。うわ、めっちゃ汗かいてる。立ってるだけですよ。ちょっとこのシーンちょっと見届けますか、サブで。はい、何回やるのか。ちなみにこれどうすれば正解なの。これは、このリリエの下に、ヤネスケのこの変顔がある、うん、そう、これを剥がして屋根透けだけ見せたい、うん、でも浜井さんの力が強くてこっちまで行っちゃう。浜井さんはね、本当にね、繊細な動きができない。あの9年浪人したせいで結構神経が半分ぐらいなくなってるから。マジでこういうの何テイクもかかんないよ。9年だから9歳しか違わないはずなんだけどね。じゃあ一発でお願いします。はい、頼むよ。はい、これもはい、回しておきます。はい、じゃあ横回していきますよ。はい、これもはい、いきますよ。じゃあテイク3、よーい、スタート。これも全部に迫られ。え、どういうこと。ここまでまだやめろ。これもの2回でよかった。でも、よかった、OK です今。おーい、多分こんな感じ。そんな暴れるんだ。お、いいね。ここから浜井さんの暴走。そんなあったっけ、台本に。じゃあテイク3で終了でした。反応で終わりましたね。いや、よかった。反応で。まあ普通の人間は3度くらいで済むってことですよね。ジジイ。はい、おしまいです。おめでとうございました。ということで計11時間に及ぶ本日の大変な撮影が終了しました。いい動画がお届けできるといいですね。はい。はい、それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。はい。はい。リーダーってこれどれくらいですか。あ、600万円くらいです。600万円、スキーさんとズキーさんがいるよ。でもなんかこうやってみんなでこう集まってるなんか友達んちみたいな楽しいですね。はい、あ、ねえ、ちょっとやめて。え、なんかこれドッキリ。え、なにこれドッキリ。やめてくださいよ。スキーさんです。あの、撮影始まるんです。撮影始まる。本物こっちなんだけど。いやいや、本物こっちなんだけど。
静かに静かに、はい、静かに静かに